皆さんはじめまして、星北ひなのです。ここは私のおばあちゃんが経営しているプラネタリウム。私はそのプラネタリウムで過ごす時間がとっても大好きでした。ただお客さんも減ってしまって、プラネタリウムは閉館することになってしまったのです。あ、彼女は西条リリア、私の大切な幼馴染です。プラネタリウムは私やリリアにとっても大事な場所。プラネタリウム存続のために何かできないかって探していた時に、私たちは安住先生と、そしてポールダンスに出会ったんです。安住先生のポールダンスに魅了された私たちは早速教室に突撃したのですが、安住先生から課されたのは生徒をあと2人連れてくること。2人の仲間を探すことになった私とリリア、そうして出会ったのが魔法少女を夢見るコスプレイヤーのミオと、ピザ屋さんで働いていた元体操選手のスバルです。仲間も集まってついに練習を始められることに。最初はポールに捕まるのもやっとだったんだけど、プラネタリウムでの発表会という目標を定めた私たちはどんどんポールダンスに夢中になっていきました。そういえば私と同じくらいの年ですごい演技をする人たちがいるんです。その名もエルダンジュ。いつか私もあんな風に踊ってみたいなと。話は戻って、発表会に向けて私たちはたくさん練習を重ねました。でも本番が近づくにつれ、私だけ今までできていた技ができなくなってしまって、すごく落ち込んでいたんだけど、みんなにはバレバレで、一緒に頑張ろうって励ましてくれて、私も前を向くことができました。そしてついに発表会本番、満員のお客さんの前でみんな無事にショーを披露することができました。お客さんもおばあちゃんもすごく喜んでくれて本当に嬉しかったです。そんな私たちの次なる目標として、安住先生が提案してくれたのはポールダンスジャパンカップ。大会で素敵なポールダンスを披露できるように精一杯頑張ります。そんな私たちの奮闘を描く劇場版ポールプリンセスは2023年初頭公開。ぜひ劇場に応援に来てくださいね。